チャンネル登録お願いします。こんにちは、ゆかりです。今回はコシナさんですね、長野県のカメラメーカーさんのコシナさんですね、 CT1EX に、28200F3.5 から 5.6、 こちらのねレンズですね、横着ですよね。はい、このレンズで撮影したので、そちらを見ていただきたいと思います。本当はね、単焦点欲しいんですけど、コシナさんの単焦点意外といいお値段なんですよね。はい。またね、タイミングが合えばね、単焦点ぜひ狙っていきたいかなって思ってるんですけれどもね。コシナさんのこのカメラのいいところは、やっぱり軽いこと。やっぱ軽さはね、神に近いかな。やっぱりね。はい。で、やっぱりズームレンズ1本でね、広角から望遠までいけるっていうのもいいですよね。28から200の望遠がついて、この軽さですからね。やっぱりいいなって思います。ちなみに、撮影したフィルムは、スーパー400っていう昔のね、やつで、期限切れです。はい。今回ね、こんな感じで値が上がってるんですが、ちょっと微妙かなっていう感じですね。ちょっと微妙でした。もう少し、あれかな。オーバー気味で撮影した方が良かったかなーなんてちょっと思いました。で、今回のこのコシナのこのカメラもやっぱりというと変なんですけれども、ちょっと撮影するのに時間がかかっていて、初夏から、真夏までっていう感じで撮影をしています。その中でピックアップしたものね、見ていただきたいと思います。はい、こちらが撮影したすべてですね。これも2ヶ月ぐらいですかね、かかって撮影をしています。はい、この辺が海田高原ですね。で、この辺が乗鞍の方ですね。で、ここが穂高神社と、で、ここがささり宮ですね。最後はささり宮ということで、1、2、3、4箇所回ってやっとフィルムを撮影し終えたということで、デジタル一眼レフと一緒にやっぱ並行して使おうってするのは若干私は苦手みたいで、デジタル一眼レフを使い始めたらもうそっちばっかりみたいなね感じになってしまうので、ちょっとね、いろんな使い方両方で、ね、使ったり、こううまくね使い回せるようにしていきたいなと思います。というところで、今回見ていただきたい写真がこちらです。この5枚見ていただきたいと思います。はい、これ穂高神社ですね。これが風鈴なんですけれども、こんな形で、はい、飾られていると言いますかね、奉納されているんですけれども、こっちの向きで撮影するのとこっちの向きで撮影するのとといったら、多分夏らしいのはこちらの縁側に向かって、お家にするとですけどね、縁側に向かって撮影したのと、こちら側の
縁側の外ですね、緑があって撮影したのとって言ったら、多分こっちの方がとても夏らしいかなというふうに私は思います。これで風吹いてね、ちょっとなんつうの、この短冊がひらひらなんてしていたらいいと思うんですけれどもね、なかなか、はい、ピントの位置もなんでこんなところにしてしまったのと、この子にすればですね、この子か、あとはこの約束っていうこの子から左に振る、なぜピントを私はここにしてしまったか全く覚えてないですけどね、ここにピントがありますね。はい、こちらの写真もそうですね、この夏山っていう、これはこの子にピントを合わせているんですけれども、ちょっと手前のこの白い短冊、これこの子がいらなかったかなというふうに思います。こんな感じの方が良かったですかね、こんなですかね。はい、はい、風鈴の季節を出すっていうのもね、一つテクニックとして、背景の色ですね、夏らしいこの青と緑の背景、これがいいのかななんて思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、こちらササリ宮での撮影です。この一応道がね、はい、主人公ということで撮影をしてみたんですが、向こうまで続く道っていうことですね。こちらとこちらですね。まあどっちがいいか、本当にこれってまあお好みだと思うんですけれども、まあこっちはどっちかっていうと道が主人公みたいな、でこっちはまあ風景に道があるみたいなね、私的にはこっちの方が好きです。こっちの写真をまず撮ってから、ん？なんかちょっと違うなと思って、若干低い位置に変えて撮影をしたらこちらです。皆さんはどちらの方がお好みかななんて思うんですが、私的にはこっちの方が好みだななんて思います。本当に撮影位置ですね、こちらがアイレベルですね、こちらがウエストレベルでの撮影なんですけれどもね、ほぼほぼですけれども、撮影のこの高さですね、これによっても写真の雰囲気って変わるんだなというふうに感じました。というところで今回の動画はこちらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。